娘を捨てよと王に求める聖、ゲノル、EV ・リュミネ作、1884年イスは、フランスブルターニュ地方に伝わる、伝説上の都市。5世紀頃に、ブルターニュ地方生誕の海に面した定地に造営され、大洪水によって、一よで姿を消したとされている。フランス語では、ヤングシナトラと綴られるが、ブルターニュ地方に残るブルトン語では、イズと綴られる。イスの名は、 ブルトン語で、定地を意味するイーゼルの語に由来すると言われている。伝説が成立する以前、津波により、ブルターニュ近辺の漁村がいくつか壊滅したことが知られており、その記憶が伝説の根底にあると考えられている。また、一説によると、フランスの首都パリの名前はパーイズに由来すると言われているが、これは俗説であり、パリの語源はガリア人の一部族である。 パリシー族のものである。5世紀頃、ブルターニュのコルヌアイユという国に、グラドロンという王がいた。王には、ダイユーという美貌の一人娘がいて、これを溺愛していた。グラドロンは聖、コランタンと出会ったのをきっかけに、キリスト教に改宗し、国に、キリスト教を広めていったが、ダイユーはそのことをいまいましく思っていた。耐えかねた、ダイユーは、グラドロンに、 自分のための神徒造営を懇願した。娘を溺愛するグラドロンはその願いを聞き入れ、海のそばに椅子が建造されることになった。間もなく洪水から塔を守るために水門も建造された。椅子の支配者となった大友は妖精の力を借りて海行く船から略奪を繰り返した。その富で椅子はみるみる間に栄えたが、一方で人々は強弱に溺れ、 背徳のハビコルトとなっていった。事態を憂慮したコランタンは、聖、ゲノルに椅子の人々を回春させるよう要請するが、人々は誰もゲノルの言葉に耳を傾けようとしなかった。椅子にはダユーに求婚する気候師が多く訪れた。ダユーは気に入った気候師を誘惑しては人用を共にしたが、飽きると殺して海に捨てていた。そんなある日、ダユーの前に、 赤ずくめの気公子が現れる。彼は逆に、太夫を巧みに誘惑し、椅子を守る水門の鍵を奪い取った。赤い気公子の正体は悪魔だった。悪魔により、水門が開けられると洪水が押し寄せ、椅子は太夫と共に水没してしまった。水没したものの、今でも椅子は、海の底日常にあった頃と変わらぬ姿で存在し、いつの日か復活して、 パリに引けを取らない姿を表すとも言われている。5世紀から6世紀頃、キリスト教に改修したブルターニュのケルト人によって伝説の原型が成立したと考えられている。キリスト教的な神罰の話でありながら、ケルトならではの死生観がその背景にある。ケルト人は死後の世界、高いを海の向こうにあると怖赤の世界であると考えていた。また、高いは、 大地母神が支配する領域であるとも考えられていた。水没しても、なお王子と変わらぬ姿で存在するという椅子は、ケルト的な、高いであり、それを治める大勇の源流は、ケルトの大地母神に求めることができる。椅子は、母権的なケルト文化や、宗教の象徴であるとする観点から見ると、この伝説は、ブルターニュのケルト文化や宗教が、 不遍的なキリスト教のそれにとって変わられていったことを象徴しているとも言える。伝説によれば、ブルターニュ地方の最西端のシザン半島先端、ラミサキとバンミサキに囲まれたワン、死者の海にあったとされている。シザン半島北にあるドゥアルヌネワンにあったとする伝承も存在する。しかし、実在したかどうかはわかっていない。ありがとうございます。